まあ、1日で言ったら、まあ、長くても2時間かな。なんだけど、これを言っちゃうとサッカー選手何もしてねえじゃんって言われちゃうから、あのサッカー選手っていうのは練習ができるために1日を過ごしたり、試合をするために1週間を過ごしたり、リーグ戦を優勝するために1年を過ごしたりする。何が言いたいかっていうと、練習をするために朝起きて今から練習してって言われて練習できる？できないでしょ。それと一緒で、やっぱりさっきも準備の話をしたんだけど、練習するためにやっぱサッカー選手って練習のための準備がある。で、練習を次やるための準備を練習の後にやったりするから、実際は1日の中